ハマり役だった山下智久の出演作品ランキング。たくさんのヒットドラマ、映画に出演してきた山下智久さん。今回は 13,055 名の方にアンケートを実施。山下智久がハマり役だったドラマ、映画ランキングを発表します。第10位、ランチの女王。高校生役がハマっていて、主役ではないのに良い意味で目立っていた。末っ子キャラが可愛かった。豪華な出演者、面白い話、最高のドラマでした。竹内優子さん、江口洋介さんをはじめとして、妻夫木聡さんや山田孝之さんなど、ひたすら豪華な出演者が揃う本作。その中でもヤマピーは輝いていましたよね。当時はまだジャニーズジュニアだったヤマピーが、女好きだけど可愛げのある末っ子を演じていました。第9位、ドラゴン桜。金髪とピアスに制服、不良姿にキュンとした。名作であり演技も良かった。やる気をもらえるドラマだった。バカとブスこそ東大へ行けでおなじみの学園ドラマ。山下さんは阿部寛さんが演じる教師に反発しながらも、やがて影響を受けて東大を目指す生徒役を好演していました。にしてもガッキーに長澤まさみさんに小池徹平さん、ヤマピーが出るドラマは共演者にも恵まれてる。第8位、池袋ウエストゲートパーク。脇役だったけどすごく印象的だった。伝説のドラマ、今見てもきっと面白いと思う。工藤官九郎さんが脚本を手掛け、圧倒的な人気を誇る本作。山下さんは内気なアニメオタクの専門学生を演じていました。今のイメージとは異なる、ちょっと頼りなく幼いヤマピーが見れる作品ですね。第7位、アルジャーノンに花束を。明るさとクールさで演じきっていました。演技の幅の広さに驚いた。こういう演技もできるのだと新発見したドラマでした。山下さんが主演を務めた2015年のドラマ、知的障害者という難しい役を見事に演じきっていましたよね。純粋無垢な山下さんの瞳や、ドラマ内でのキャラクター性の大きな変化など見どころたっぷりでした。第6位、明日の女王。ストイックさがぴったり。この映画のために体作りをしていたことに感動しました。力石役の伊勢谷さんとの戦いが熱かった。伝説の漫画を原作にした実写映画。言わずと知れた主人公矢吹城を山下さんが演じていました。肉体改造とトレーニングを重ねて演じたファイトシーンはとても熱かった。同じく超減量で挑んだ力石役の伊勢谷友介さんとの戦いはとても絵になっていましたね。第5位、プロポーズ大作戦。一途でひたむきに頑張る主人公を毎週応援していました。時々いいドラマだったなぁと思い出す。落ち着いた役のイメージが強いけど、明るいキャラクターのヤマピーも好き。愛する女性のハートを射止めるため何度もタイムスリップする主人公の奮闘が楽しい月9ラブコメディ。不器用でも頑張る山下さんの姿には笑わせてもらったり、時々泣かせてもらったりしました。山下さんはこういうポップな一面も魅力的ですよね。第4位、ブザービート。崖っぷちのヒーロー。ユニフォーム姿がツボでした。とにかくかっこいいヤマピーが見れた。このドラマはまさに私の青春です。ひたすらかっこいいヤマピーを見るなら本作。月9らしいすれ違う恋模様に毎週ハラハラさせられました。その一方で本物のプロバスケ選手も出演している試合シーンにはとても説得力があり、どこを撮っても美味しいドラマでしたよね。第3位、のぶたをプロデュース。チャラチャラした感じが可愛いしかっこよかった。亀梨くんとのコンビも合っていて生き生きしていると思った。変なやつの役もできるのがヤマピーのすごいところ。この作品で主人公にまとわりつく憎めないキャラクターを演じた山下さん、亀梨さん、山下さん、堀北真希さんのトリオはずっと見ていたいほど魅力的でした。亀梨さんと共に修二と明として歌うエンディングテーマ、青春アミーゴも大ヒットしたので、強く記憶に残っている方も多かったようです。第2位、クロサギ。影のある雰囲気がよく似合っていた。役と作品にすごく入り込んでいる感じを受けた。見ていて切ない場面がたくさんあった。人気コミックを原作としたドラマ、詐欺師をはめる詐欺師クロサギは山下さんのクールなイメージにぴったりでしたよね。
意外にも山下さんの初めての単独主演作が本作でした。続編が映画になった山下さんの代表作の一つです。第1位、コードブルードクターヘリ緊急救命。理想のドクター像、人と一定の距離を取るようなタイプの役柄が一番合っている気がします。冷静な役が似合う。第1位は皆さんの予想通りコードブルーでした。冷静沈着な医師相沢の役は山下さん以外考えられないほどのハマり役。3シーズンのドラマに続き映画も大ヒットを記録し、紛れもない山下さんの代表作となりました。以上、ハマり役だった山下智久の出演作品ランキングでした。あなたが一番ハマり役だと思う山下智久さんの出演作品はどれですか？コメント欄でぜひ教えてくださいね。高評価ボタン、チャンネル登録もお願いします。